インバータやスイッチングデバイスの試験などパワーエレクトロニクス用に設計された i w a ー6チャンネルパルスジェネレーター BG8000 を紹介します BG8000 は独立した6チャンネルのパルスを簡単に生成することができます発信制御 発信停止時もリレー接続を維持し、ハイレベルで停止などの設定や、周期性も維持して、安全に停止します。ダブルパルス、半導体試験に欠かせないダブルパルスを簡単に出力できます。また、ダブルパルスを超えるパルスは、オア出力機能で、12パルスまで出力も可能です。360度を超えるパルス、周期を超えて、 各チャンネルのパルスを出力できます。3層の設定、思いのままです。シームレスチェンジ。発信中に周波数やパルス幅などを、つなぎ目なく変更できます。トラッキング機能。各チャンネル同時に、パラメータの変更ができます。運転パターン制御。運転パターンオプションにより、パターン制御された連続運転ができます。 複数台同期運転。簡易同期オプションにより、3台までの合計18チャンネルまで同期運転ができます。ベーシックモードにおけるパルス出力の設定です。6チャンネルのトリガの従属関係。チャンネル1から4まではシンクアウト信号を基準に。チャンネル5はチャンネル4の第2パルスの立ち上がりを基準に。チャンネル6は チャンネル5の立ち下がりを基準に。次に、基準からのィレー時間を設定します。チャンネル1の第1パルスは、シンクアウトからのィレー時間を設定。第2パルスは、第1パルスの立ち下がりからのィレー時間を設定。設定値は、周期設定モードではィレー時間を、周波数設定モードでは理想で設定します。 パルス幅の設定は、各チャンネルのパルスごとに設定します。また、設定値は、周期設定モードではパルス幅を、周波数設定モードでは Deauty で設定します。出力レベルも、チャンネルごとに独立した設定が可能です。通常の信号発生器は、周期を超える設定はできません。しかし、 たワーエレ試験用に設計された BG8000 は周期を超える設定が可能です。これにより酸素予振動で悩まされることがなくなります。発信停止はご安全に発信停止時のリレー整備をチャンネルごとに設定して半導体の損傷を防ぎます。発信停止時にリレーはオンのままでローレベルまたはハイレベルで発信を停止。 安全に発信を停止します。任意のチャンネル組み合わせで同時変更。発信中に任意のパラメーターを同時に変更できます。パルス幅だけを各チャンネル同時に変更できます。 インバーターの試験に必要な複雑なパルスを簡単生成。1、キャリア周波数。2、変調周波数。3、変調度。1、2、3の設定だけでパルスを生成します。ギャップ時間制御で上下アーム同時音を防止、ギャップ時間を設定できます。 U 層と V 層のようにハイレベルが重なると危険な関係のチャンネル間でギャップ時間制御では設定されたデッドタイムを自動的に生成します周波数や周期が変わってもデッドタイムは一定の時間を保ちますまた発信中でもギャップ時間を変更することができます マイナスの時間を設定すると逆にオーバーラップさせて同時音の時間を作ることもできます。ここからは操作画面と波形をご覧ください。周波数設定モードはパーセントまたはディグリーで各チャンネルの位相やルーテーを設定します。周波数は各チャンネル同時に変更されます。 周期設定モードは秒で各チャンネルの遅延やパルス幅を設定します。周期を変更しても遅延時間、パルス幅は変わりません。いずれかのチャンネルの設定が変更になる周期を設定しようとすると確認画面でストップします。リレの基準信号をシンク、他のチャンネル、 同一チャンネル等、設定できます。基準信号はシンクアウト。チャンネル2のビレーは基準のシンクアウトより2.000ミリ秒の遅延。チャンネル3もシンクアウトを基準に、ビレーは6.000ミリ秒。チャンネル4もシンクアウト基準に、ビレーは0秒。 チャンネル4の基準信号を、チャンネル2の立ち上がりに設定変更します。チャンネル4の基準信号を、チャンネル3の第一パルスの立ち上がりに設定変更します。チャンネル4の基準信号を、 チャンネル3のセカンドパルスの立ち上がりに設定変更します。チャンネル4の基準信号をチャンネル3のセカンドパルスの立ち下がりに設定変更します。 お問い合わせをお待ちしております。